ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、一次情報と二次情報というですね、話をしていきたいと思います。一次情報というのは、自分が直接体験したことを発信することですね。それが一次情報で、二次情報というのは他人から聞いたですね、情報を、自分が発信することですね。それを二次情報と言います。で、この一次情報と二次情報というものに関して、ね、一次情報しか信じない方がいいですよみたいな意見を言ってる人って結構いるんですよね。他人からまた聞きした情報なんてこう参考にならないから、ね、二次情報なんか信じるんじゃなくて一次情報を信じなさいみたいなことを言ってる人はいるんですよね。結構多いわけです。というか、まあ、むしろその方がこう一般的なんですかね、まあ、そういうふうに言ってる人の方が多い。二次情報を信じましょうみたいなことを言ってる人って、まあ、見たことがないんで、まあ、大多数の人はおそらく二次情報よりも一次情報を信じましょうっていうことですね、まあ思ってると思うんですけど、今日はですね、まあ、僕はそういうことを言いたいのではないですね。まあ、これでね、一次情報を信じましょうよって言うんだったらわざわざこんな音声を取る必要はないので、僕の意見は違いますよっていうことなんですけど、まあそもそもですね、世の中にあふれている大半の情報っていうのは二次情報なんですよってことをですね、まず知っておく必要があるわけですね。例えばですね、あなたがもし誰かすごく成功してる人のですね、話を聞いた場合もですね、その成功者の人も また別の誰かから聞いた情報を自分の情報として発信してる場合がほとんどなんですね。例えば世の中で売れている本とか、そういうまあ有名な人とかが書いた本っていうのも、完全にゼロから自分のオリジナルで生み出したノウハウっていうのはほとんどなくて、大抵誰か他の人から学んだことを、まあ、自分で発信してるだけなんですね。だからもうほぼですね、全てのそういうノウハウとか知識とか情報っていうのは、まあ、二次情報なわけですよ。だから二次情報を信じるなっていうことはですね、そういうものも全て信じるなって言ってるようなもんなんですね。〇〇の法則とかってね、あるじゃないですか。こういう法則がありますみたいな、そういうの情報を発信してて、じゃあそういうものも信じるなっていうのかみたいなね、その〇〇の法則を編み出した人だけがその情報を発信して OK で、それ以外の人は発信したらダメと。でそれ以外の人たちが発信してる場合は全部それは信じるなっていう話になるのかとかってね、いう話ですね。〇〇大学の研究結果としてこういうデータがありますみたいな、よくこう情報の信憑性を持たせるときにそういうデータを引用したいとかってあると思うんですけど、データの引用もまさに二次情報なわけですね。だって自分が直接研究したわけじゃないんだから、結局それって二次情報なわけですよ。こういうデータがありますって言って自分のその主張とかね、主張の根拠を裏付けてるわけですけど、結局その情報も誰か別の人間が導き出した情報なわけじゃないですか。だからもし二次情報を信じるなって言うんだったら、そういうデータとかね、研究結果とかも全部信じるなっていう話になるわけですよ。だからその辺がですね、そもそもちょっとおかしいというか、一次情報か二次情報かっていうのは別に大して重要じゃないんですね。これは一次だから信じるべきとか、これは二次だから信じるべきじゃないとかっていうのはもう考える意味がないわけですよ、そもそも。で、人間ってそもそも特性が違うんだよね。個性とか強みとかそういうものって人それぞれ違いますよね。だから A さんがやってうまくいったことが B さんがやってうまくいくとは限らないんですよ。それは A さんにとってはそれが合ってるけども、 B さんにとってはそのやり方は合わない可能性があるからなんですね。だからそこを踏まえて考えないと、ね、これは一次情報だから、あの人がね結果を出したから自分も結果出るに違いないみたいなのはちょっと考え方が浅はかというか、もっと深く考えないといけないですね。自分とその人が同じタイプの人間で同じ強みとかね、個性を持ってるんであれば、まあ、かなりですね、自分もうまくいく可能性は高いわけですけど、そもそもタイプが違うとか、ね、強みも特性も全然違うんだったら、同じことをやってもうまくいくとは限らないですね。だからその一次情報で私はこれやったからうまくいきましたっていうのって、たまたまみたいなこともあるわけですよ。その人がたまたまうまくいっただけで、他の人がやったらうまくいかない可能性もあるわけじゃないですか。〇〇大学の研究結果みたいなのはある程度ね、その、まあ、リサーチの数ですね、何個かこういろいろパターンを試したりして導き出した結果だから、まだその情報の信憑性はあるわけですけど、まあ、〇〇さんっていう人がですね、試してうまくいったことっていうのは、そのデータのですね、素材がその人しかいないわけですよ。だから100 その人一人がうまくいっただけで、
他の人たちがうまくいかない可能性があるわけですね。わかります？100人やって100人結果が出たっていうんじゃなくて、その A さんっていう人がやって結果が出ただけっていうだけなんですね。だからむしろそっちの方がその情報の信憑性というかは乏しいかなと僕は思うんですよ。一時情報だからこれは正しいんだっていうのはちょっと、ずれてんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。だから例えばじゃあ YouTuber がですね、人気 YouTuber がいやゲーム実況したらねバズるよみたいな風にね、もし言ったとしますね、自分は、ゲーム実況したらすごい視聴回数が増えたからゲーム実況したらバズるよみたいな風に言うわけじゃないですか。それは一時情報ですね。自分自身が実際にゲーム実況してそれで一気に視聴回数が増えたから一時情報だと思うんですよ。でそれをじゃあ別の誰かに伝えますよね。ゲーム実況だったらバズるよみたいな。でそれを聞いた人が、あ、じゃああの人はねうまくいってる人がね、そういう風に言ってるし一時情報だから、じゃあ自分もゲーム実況しようって言ってやってもうまくいかないと思うんですね。だってゲーム実況やってる人って YouTube にいっぱいいるじゃないですか。でも全然視聴回数がない人もいっぱいいるわけですね。もしそれでその理屈が通るんであれば、ね、うまくいっている人、ね、トップ YouTuber がゲーム実況してでそれをまあ真似した後発の人たちですね、もう全員ですね結果が出ていないとおかしいわけですよ。でも出てないってことは結局何をやるかっていうことは意味がないわけですよ。人によってやっぱそのなんていうか特性も違うし、やっぱり個性とかも違うし向き不向きも違うわけじゃないですか、ね、全然そういうのに向いてない人がやっても面白くないから誰も見てくれないし、そもそもすでにフォロワーがある程度いる状態でそういうことをする場合と全くですねフォロワーとか視聴者がいない状態でそういうことをやっても当然得られる結果っていうのは違うわけですよね。だからその辺も踏まえて考えないと、自分とその人の状況も違ったらですね、メルマガ登録者例えば10万人いる人とメルマガ登録者、ね、30人しかいない自分が、ね、同じことやって同じ結果が出るかって言ったら出ないと思うんですね。だから一時情報だからあの情報をこう鵜呑みにすれば結果が出るに違いないっていうのはまあ違うわけですよね。一時二時ってはもうどうでもいいわけですよ。なんで結構ですね、一時情報をまあそのしか信じませんとかね、二次情報なんか信用してたらダメですよっていう風に言ってると思うんですけど、そういう人たちはやっぱ表面的なところしか見てないわけですね。これが一時なのか二次なのかっていうところで、まあ、物事を判断してると思うんですけど、まあ、今言ったみたいに一時か二次かっていうのは重要じゃないわけですね。それが自分にとって役に立つのかどうか、役に立てば別に二次情報でもいいわけだし、だって二次情報といっても例えば研究結果が研究結果をそのまま横流しに、ね、スルーしてるわけじゃないですか。だから別にそこで情報が変わってるわけじゃないんですよね。わかります？言いたいことわかります？二次情報、例えば〇〇大学がこういう結果を出しましたっていうふうに、まあ、発表したとして、それを、ね、誰か A さんが聞くとしますよね。で A さんが今度自分の情報発信の時に、いや〇〇大学でこういう研究結果が出ましたって、それをそっくりそのまま伝えてるだけだと思うんですよ。だからそこで情報って変わってないんですよね。単純に A さんっていう人間を介してるだけの話であって、例えば A さんを介すことによってその情報が全然ね、もともとの情報と変わってるんであれば問題ですけど、変わってないんだったら単純にその人を通過してるだけだから、結局その情報元、直接その一次情報を発信している人から受け取った場合と二次情報を発信している人から受け取った場合って情報の内容って全く一緒なんですね。だから一次か二次かってどうでもいいわけですよ。それが自分にとって必要なのかとか、ね、役に立つのかっていうところの方がもっと重要だって、ね、誰が発信してるか正しいとかっていうことを考えること自体そもそもナンセンスなわけですね。そういうような視点で物事を考えないと、なんかね、本来必要な情報を受け取ることができずに、ね、どうでもいいような情報を鵜呑みにしてしまう。この人がね、自分が実際に体験してこれはうまくいったからうまくいきますとか言って、あ、これは一時情報だから間違いないって言ってそれを試して全然結果が出ないみたいな、それは結局自分のことが見えてないっていうかね、自分の強みとかそういうものと合ってるかってことを踏まえずに単純に一時情報だからっていうところだけで信用してしまってる。この人はうまくいってるから間違いないっていうのは信用してしまっているってことがあるんで、人間ってやっぱそれぞれタイプ違いますよね。スポーツが得意な人もいれば、ね、絵を描くのが得意な人もいるし、ね、そういう、まあ、それぞれタイプも違うわけですよ。全ての人が同じことやって同じ結果が出るわけがないんで、そこをですねまず最初に考えないといけない。それを考えた上で、じゃあこの情報は自分にとって必要なのかどうかっていうのをその後に考えるわけですね。なんで最初にこう情報ね、誰が発信してるかとか、これは一時情報だからっていうところで判断すると、自分にとって必要な情報が分からなくなってしまって、もう頭が混乱するとかね、間違った情報をまあ鵜呑みにしてなんか、ね、無駄な時間を過ごしてしまうとかっ
ということになるんで、気をつけてほしいと思います。今日は、以上です。